0 0七は二度死ぬ。0 0七は二度死ぬ。007は二度死ぬ。ユー l ンリーライブ w ワイスは、イアンフレミングの長編小説、0 0七シリーズ第11作。また、1967年公開の、0 0七シリーズ映画第5作。ユナイテッドアーティスツ提供。イアンフレミングの小説、0 0七シリーズ長編第11作。単行本としては12冊目。 1964年に、ジョナサン・ケープより出版された。現代はフレミングが来日した際に、松尾芭蕉の俳句に習って読んでみたという英文俳句、人は二度しか生きることがない。この世に生を受けた時、そして死に望む時に由来する。また、英語の慣用句、You Only Live Once、人生は一度っきりの文字である。作中では、タイガーデン中に勧められて、ボンドがこの句を読み、 地余りリがよくできている。今の君の心境かね。と評されて、多分ねと不愛想に答えている。日本でも同年に、0075は二度死ぬのタイトルで、早川書房から井上和夫役により、早川ケットミステリーで発売された。イアン・フレミングの生前に出版されたものとしては、最後の作品である、フレミングは自作であり、遺作となった小説、黄金の銃を持つ。 男の構成中に心臓麻痺で滅ぼした。007研究家として名高いジョン・ピアースンによれば、作中でボンドは日本人のアマ、キッシー・スズキとの間に子供を授かっており、ピアースンはその名をスズキ・ボンドと仮装した。フレミングの死後に役者の井上和夫がこのスズキ・ボンドを主人公とし、香港を舞台に活躍するパスティーシ作品本人によると、 断策を書いたしかし、フレミングの遺族からパスティーシを差し止める法律は今のところ見当たらないが、同法も同じ企画を考えているのでやめてほしいとの連絡を受け、中断した。この時の遺族側の企画とは、キングスリー、エイミスがロバート・マーカムの名で書いた007、00 7孫大佐のことだろうと、井上は推測している。また、松岡圭介による、 ミステリー小説、万能鑑定士級の推理劇、第2巻で、この原作における、ボンドの息子の存在について触れている。同作は、フレミングの幻の遺作、シーロンドンダイが発見され、ボンドが息子に会うため来日する内容だったとする、フィクションである。また小林信彦の怪人およよシリーズの一本、大統領の密詞には、鈴木ボンドが登場する。 結婚式の直後に、プロフェルドによって、妻、テレサを殺されたジェームズ・ボンドは、ショックのため任務を立て続けに失敗した。上司 M は、不可能に近い任務を与えて、彼を立ち直らせるため、霊霊下から外交官下に移動させて7777 77号とし、日本へ派遣した。ボンドに与えられた任務は、日本で開発された暗号解読機を、 公安調査庁長,長官のタイガー田中から入手することだった。田中は交換条件としてボンドに死の収集家の暗殺を依頼してきた。スイスから来たガントラムシャターハント博士は、福岡に近い偏僻な海岸の湖上に庭園を作り、有毒植物を植え、蛇やサソリ、毒グモ、ピラニアなどを放し飼いにしたため、全国から自殺志願者が殺到し、 犠牲者が500人以上に上っていた。また、元国流会の会員を警備員に雇ってもいたが、違法行為は行っていないため警察当局は手出しできなかった。そこで田中は部下を潜入させたが、その男も犠牲となってしまい、首相の許可を得てボンドに任せてみることにしたのだ。だが、博士の写真を見たボンドは、その正体がブロフェルドであることを知った。ボンドは、 日本人炭鉱夫、と太郎と称し、土地の雨、キッシー鈴木の助けを得て、忍者の装備を用いて城内に侵入した。ボンドは、妻の仇を討つため、日本の甲冑をつけ刀を振るブロフェルドと最後の対決をし、ブロフェルド殺害に成功する。ブロフェルドとの格闘で、日本刀で受けた頭部への打撃と事件のショックにより、ボンドは、記憶を喪失。 記憶喪失のままキッシー・スズキと共に日本で生活を送る。日本での名前は太郎さんで自分の本名がジェームズ・ボンドであるという記憶はない。地元の管主からのお告げにより、ボンドが生涯のパートナーであると信じたキッシー・スズキはボンドに美薬などを与え、ボンドとの間に子供を授かる。だが、ある日新聞にあった地名、ウラジオストックに失われた。 過去の記憶との関連を感じたボンドは、ロシアに渡る決心をする。キッシー・スズキはお腹に、ボンドの子供を宿しながらもボンドの意志に従い、決別することを許容する。今のボンドにとって、キッシー、スズキの愛と日本での生活など、ウラジストックに比べて、タイガー、田中の言葉を借りれば、スズメの涙のようなもの、リートルアカウント、取るに足りないとしている。ロシアに渡ったボンドは、 ロシアの情報機関 KGB により洗脳され、M 暗殺の資格として、ロンドンに送り込まれるが暗殺に失敗する。M はボンドを再洗脳し、黄金銃の殺しアスカラマンが殺しを命ずる、小説、黄金の銃を持つ男。アルバート・ブロッコリとハリー・サルツマンの共同制作、ルイス・ギルバートの監督で、1967年に制作された。脚本は、 イギリス人作家のロワルドダール。ストーリーが原作とかけ離れているのは本作に限った話ではないが、本作においては007が冒頭で、奇想ではあるが死んでおり、007は二度死ぬ、You Only Live Twice 人生は二度しかないのタイトルが文字通りの意味となっている。本作はオープニングのイギリスの植民地の香港のシーンと、 米ソの軍関係者が避難の応酬をするレーダー基地のシーン、イギリス国内で撮影を除き、舞台は全て日本国内である。そのため当時としては大掛かりなロケ撮影が日本各地の観光名所で行われた。フレミングの原作のあらすじを完全無視した初の作品ということもあり、コネリー主演のボンド映画では初めて低評価となるが大ヒットを記録。 当時日本でも高まっていたボンド人気はさらに高まった。1964年東京オリンピック開催直後の高度、経済成長期の東京を中心にロケが行われたため、地下鉄丸の内線やホテルニューオータニ、旧倉前国技館、東京タワー、銀座四丁大目交差点、駒沢通りなどの現在の東京でもおなじみの風景が随所に出てくる。 また、特殊部隊の訓練場を、姫路城に設定しているほか、鹿児島県某津の漁村や霧島山、新し年けなどでもロケを行い、付近一帯では、ボンドのオットジャイロ、リトルネリーとスペクターのヘリコター部隊の空中戦シーンの一部を空中撮影するなど、大規模なロケを行った。丹波哲郎が、日本の情報機関のボスとして、ほぼ全編にわたって登場するほか、 初の日本人、ボンドガールとして、若林栄子と浜美恵が登場し、日本人に化けたボンドが、日本の公安エージェントと偽装決したり、第50代横綱定の山が本人役で登場したり、丹波演じる日本の公安のトップの移動手段が、丸の内線の専用車両だったり、さらに公安所属の特殊部隊が忍者だったりと、現実性は極めて希薄である。 また、それまで顔が映ることのなかった、スペクターの狩猟、ブロフェルドが本作で初めてその姿を表す。本作は、歴代の007作品の中でも関係者の事故が多い作品である。映画の撮影中の1966年3月5日、英国海外航空のボーイング707型機が、藤山山6に墜落。 乗員乗客124人全員が死亡したが、その中にはイギリスに帰国するスタッフが含まれていた。詳細は、英国海外航空機空中分解事故を参照。同期には監督のルイス・ギルバート、制作のハリー・サルツマンとアルバート・ブロッコリー、撮影のフレディアング、プロダクションデザインのケン・アダムも登場する予定だった。上に、当該機の機長とゼニや夕食を共にしていたが、 出発の2時間前になって、それまで都合がつかなかった忍法指南による忍者術の記録映画の披露が急遽行われることになり、この5名はフライトをキャンセルしている。数時間後、同期遭難の知らせを受けた一行は青ざめ、これが二度目の命がと胸を撫で下ろしたという。また、リトルネリーとヘリコプター部隊の空中戦の撮影シーンでは、 イギリス人カメラマンのジョニー・ジョーダンが片足を切断する大事故に遭うなど、本作は航空事故との因縁が深い作品となった。1967年の映画の世界、工業成績で第2位、1位はジャングルブック。舞台となった日本では、1967年度の外国映画工業成績で第1位、日本映画を含めると、黒部の太陽に次ぐ、 第2位を録した。アメリカとソ連の宇宙船が謎の飛行物体に捉えられるという事件が起こり、米ソ間が一触即発の状態になるものの、イギリスの情報機関である MI6 は、その飛行物体が日本周辺から飛び立っているという情報をつかむ。その情報の真偽を確かめるために、ジェームズ・ボンドが MI6 により日本に派遣されることになる。ボンドは、 敵の目を欺くため、イギリスの植民地の香港の売春宿で、情報部により用意された現地の女性林の手引きによって寝室に流れ込んだ殺し屋にマシンガンで銃撃され、死んだふりをする。その後、ビクトリアハーバー内に停泊するイギリス海軍の巡洋艦上で水葬され、その遺体を回収したイギリス海軍の潜水艦で、温密裏に日本へ。日本上陸後は、 横綱貞の山の仲介により、倉前国技館で、謎の女秋と会い、彼女を通じて、日本の公安のトップタイガーデン中に会うが、在日オーストラリア人の捜査協力者のヘンダーソンは、直後殺されてしまう。その殺し屋は、大里科学工業の本社から送られたものだと知った。ボンドは、科学薬品を取り扱うビジネスマンを装って、大里科学工業の東京本社に赴き、 大里社長とその秘書、ヘルガ・ブラントと接触する。フランク・シナトラのマラ娘、ナンシー・シナトラが歌っている。イギリスではカップリング曲だったジャクソンと共に両面ヒットとなり、ミュージックウィーク誌では最高位11位、アメリカではジャクソンの B 面としてリリースされ、ビルボード誌で最高位44位だった。また、同サウンドトラックアルバムはビルボード誌アルバムチャートで、 最高位27位を獲得している。公開から約10年後の1970年代にテレビ放映された際、丹波哲郎と浜見恵が自らのセリフの日本語吹き替えを行って話題になった。当時芸能界を引退していた若林英子は代役を立てられたものの若林を起用するプランもあった模様で若林が当時手の怪我のために 吹き替えの収録に参加できなかったという説と若林が芸能界を引退していたため連絡が取れなかったという説がある。なお、月曜ロードショー版の頑張れるタイトルバックまではオリジナルとは前後異なる編集をされていた。これは本家イギリスでのテレビ放送でも同様の編集をされていた。一説には1970年代に日本でリバイバル上映された際、 同様の編集をされていたという噂があり、その編集の真意は現在も不明である。メインキャスト以外の日本語は全て当時録音されたものをそのまま使用しているため、場面によっては会話が成立していないように感じる部分もあるが、これは現在も改善されていない。本作の初の応援後、同じ4月29日に、東映作品、宇宙からのメッセージが公開。 若山玄造はビッグモローの吹き替えで参加1月をおかず丹波鉄郎と声の再共演を果たしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。